皆さんどうもこんにちは、まるです。今日はこれアフレコなんですけども、今日はモサとのその打ち合いに勝てるコツという動画をね、撮らせていただいたんですけど、まさかの動画の内のね、その声が取れてないということでね結構ね、もうまあいいやと思って、とりあえずまあアフレコでもいいかと思って今アフレコ撮ってる感じなんですけど、その件に関しては一応この動画の最後に一応アフレコ付きのその解説をしていくんで、よければね最後の方まで見てくださるとありがたいです。あとはここからもちょっとしたお知らせ動画になるんですけども、これから先、一応メインチャンネルの方でもね結構その登録者数も増えてすごいありがたいことなんですけど、やっぱりサブチャンの方でね、これからはどんどんやっていこうかなと思ってるんで、もう完全移行していこうかなと思ってます。はい。なんで急にねそんなにね切り替えたとしても、そのあまりチャンネル登録者数とかまだ全然ねサブチャンの方増えてない状態なんで、もう皆さんねコメント欄とね概要欄にねチャンネルの方載せておくんで、よければ登録してください。お願いします。本当にお願いします。はい本当にね、これからは完全に移行していこうかなって、それまではサブチャンには一応キル集とか、簡単なものとかをどんどん載せていこうかなと思ってるんですけど、本当にね、このメインで上げる動画とかもどんどんサブチャンの方に載せていこうと思ってるんで、よければ把握の方よろしくお願いします。ってことでね、本当に重要なそのお知らせっていうのはこんな感じなんですけど、あとはもう普段いつもねそのコメントくださってる皆さんも本当にね、いつもねちゃんとねしっかり読ませていただいてるんで、本当にありがとうございます。もうアニメの話とかね、本当にね皆さんがね何々のアニメ面白いよ、これも面白いよとかね、もう僕全部見てるみたいなほとんど見てるんですよね。だからその生放送とかしたらめちゃめちゃ話合いそうだなとかっていろいろあるんですけど、生放送もねスル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 って言ってね、もうこれずっと詐欺してるんですよ。けどね、もう本当に今もう機械音痴すぎて、もう本当にねもう機械がもう本当に全然僕分かんなくて、そのやろうと思ってもなかなかうまくできないんですよね。だから他の配信者さんとかたまにねそのコラボとかお邪魔させていただいてるんで、そういうのね、もしもやるよっていう時があったら、ツイッターの方とかからね、告知とかっていうか、情報の方を発信させていただくので、よければねそのツイッターのフォローの方もねよろしくお願いします。はい。でここからはモサとの打ち合いでも勝てるコツの方をやっていきたいんですけど、まずこちらの動画、伏せ組昇格戦の時の、1対1のねバトルの様子なんですけど、これは本当にすごい参考になると思うんで、ぜひ1回見てみてください。自分で言うのもなんですけどね。でここです。ここをちょっと見てください。はい、こんな感じなんですけど、もう一回繰り返しますね。こちらの動画ね、先ほどと同じ動画なんですけども、まず気をつけてほしいことが、まずこのフェイントも、一応ね、参考になると思うんで、ぜひとも一回皆さん使ってみてください。で、あと先ほど言ったところなんですけど、注目してもらいたいところは、まずはね、なんでモサとの打ち合いに勝てるかって言ったら、モサの人は結局、絶対ヘッドラインの方にね、エイムの方を合わせてくるので、じゃあそのエイムを合わせられるヘッドライン、じゃあそこの部分をちょっと変えないといけないってわけで、まず自分の方は、ここから今からとつると思うんですけど、まずジャンプ打ちをします。でその後に、ジャンプ打ちした後にも、モサの人は当ててくるので、そこで僕は伏せ打ちより、腰の状態にしてヘッドラインをずらして勝つようにしています。でもう一回ちょっとねここを詳しく見てもらいたいんですけど、はい、どうぞ。こんな感じですね。こうしてる理由は、すごくそのいろいろあるんですけど、伏せるよりかは、発射レートとして腰の方にした方が、明らかさまに、ね、先打ちできるといった状態なので、僕は伏せ打ちより、腰の状態にして打つようにしてます。はい。ってことでね、今回はこんな簡単な感じの講座だったんですけど、よければねこの動画よければ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。もちろんサブチャンの方もね登録してもらえるとすごくありがたいです。ということで皆さん、バイチャ。